はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時ですね。いや暑いこのですね、冷房を入れたり切ったりしてるんですよ。いや効率悪いのは知ってますよ。でも入れてると寒いんですよ。それで外すとね、もうすぐに30度超えてしまうんですよね。いやこれやっぱり世間が暑い証拠やでと思って、この結構これね、2面採光なんですよ。この部屋外気に接している部分が多くて、しかもですね、多分断熱材がそんなに入っていないんちゃうかなと思うんですね。だからですね、やっぱりすぐに部屋暖かくて暑くなってしまうんですね。まあしゃあないっちゃしゃあないかと、直壁ちゃうんかなと思うんですね。まあええわ、まあええわ、行きましょう。29日の月曜日でございまして、4時です。今日のドル円はね、若干円安なんですよね。 153.54 と、まあ31日の利上げをですね見越してわわっと円高だったんですけど、今日になってそういう動きも全然出てきませんし、リークしている気配もないんですね。日銀この利上げをするときには必ずリークするはずなんですよ。上田さんの性格からして、サプライズやるのが怖くて仕方がないと、多分そういうタイプなんですね、上田さんっていうのは。多分しないんじゃないかなと私は思いますけどね。こんなバタバタとリークしたりしませんからね。明日からですからね、会合は。明後日発表ですから。まあもしあっても 0.1 とかほぼ意味がない利上げをするんちゃうかなと思いますけど。さてブルームバーグにですね、昨日のですね夜19時28分に出ましたわけですね。米オフィス向けローンの痛みは始まったばかり、悪いニュース相次ぐということで、現在940億ドル以上の米商業用不動産ローンが不良債権となっている。不良債権ですって、まあ、こういうワードをですね使い始めたということですね。今まで、読んでなかったような気がします。そういう940億ドルっていうのはですね、15兆円ぐらいでしょう。少なくない金額だと思いますよ。今後2年で1兆5000億ドルのローンの満期の壁が立ちはだかるピムコ。1兆5000億ドルということはですね、230兆円ぐらいのですね、このローンがですね不良化する可能性があるということですね。それはまあマックスですけどね、結構大きいとは思いますよ。中国に比べたら全然マシですけどね。借り入れコストの低下によって米国のオフィス不況の痛みが収まるとの期待は一掃された。ドイツ銀行は米商業用不動産向けローンの貸し倒れに備え引き当て金を積みますし、ブラックストーンの不動産投資信託ブラックストーンモーゲージトラストは配当金を減額した。ニューヨークコミュニティバンコープ NYCB、 これ確か問題になったとこちゃうかな、まあ、アナリストの予想平均の2倍以上の貸し倒れ引き立て金を計上し、株価は3月以降で最大の下落を演じた。借り手がローンの条件を修正したり期限を延長したりしながら金利低下によって借り手の痛みが和らぐのを待つことはできなくなる可能性が示唆される。うにゃうにゃうにゃと、この辺にしておきましょう。貼っときますね。どういうことかと言いますとですね、今アメリカのですね、商業用不動産、いわゆるオフィスビルのですね資産価値が低下してるんですね。なんで低下してるかというとですね、コロナでみんなあれでしょ、在宅勤務やってるでしょ。でするとオフィス出てこないんでしょ。オフィスの面積はですねそんなに必要ちゃうでしょ。だからですね、借り手がですねいなくなってても激減してですね、でその分家賃も低下して、でだからですね価値も下がってということがアメリカでは起きてるんですね。で多分ね、日本に比べてね、なんと言いますかね、その在宅勤務ですね、
がですね、リモートワークですか、の比率がすごく高くなっていると思うんですね。アメリカ人というのは基本合理的なことに関して何の抵抗感もないんですよ。むしろ世界一合理主義を受け入れている国ではないかなと思います。まあ、日本はですね、もうそういうあんまり合理的なことよりもですね、情緒的なことを重視しているように思います。私から見るとね、仕事なんかどこでもできるやんというふうに考えないでして、みんな一緒にオフィスに出てこなあかんみたいな、半ば以上そうなってると思って、だいぶ戻りましたね。だからね、日本はね、在宅勤務とか言いながらですね、みんな会社に出るようになりましたね。なんでだって、だから日本のね、オフィスのですね、市場価値っていうのはそんなに下がっていないんですよ、実は。一部ですね、新しいオフィスビルがですね、結構ガラガラになってスカスカになって大変やというようなことは言われていますけども、逆に渋谷近辺なんてまたオフィスの賃料が上がり始めています。なんでですね、日本は一旦落ち着くんちゃうかなという気がするんです。ただ中長期にはですね、下がり続けますよ。なんかやっぱり日本って動きはには遅い、鈍いというかですね、なんでですね、まだ日本にこの波は来ていないし、来なさそうな気がしますけど、アメリカの場合もそういうところはすごい合理的にパッパッパッとスピーディーに動いていくんですね。でですね、そのオフィスを担保に貸してるお金が、貸して融資がですね、不良化しつつあるんでというのがこの記事で、うまくですね、この逃れるかなと思ったら実はそうでもないと。だからみんなそれがですね、爆発するのに備えてですね、今身構えているというのがこの記事なんですね。どうでしょうね、これ解消するに一番いいのはですね、利下げなんですよね。でアメリカ利下げしそうな雰囲気はあったんですけども、ちょっと大統領選でね、大統領選でですね、ちょっと怪しくなってきたんですよ。というのはですね、今トランプがね、利下げすんなって言ってるんですよ。なんでかって、すごく勝手な理屈でですね、利下げをすると景気よくなるんですね。景気よくなると現政権のですね、人気は高くなるわけでしょ。支持率が高くなるわけです。で、それはトランプにとっては不利なわけです。だから利下げすんなって言ってるわけですよ。分かりやすい男なんですよ、トランプっていうのは。で、いろんな記事あるんですけどね、僕はね、トランプが大統領だったら利下げすると思うんですよ。多分彼不動産屋ですしね、根が不動産屋であって、しかもですね、ドルが安い方がいいと思ってる人なんですよ。すごく単純な発想で、だからそうするとですね、彼が政権を取ったらですね、利下げをするんちゃうかなと。現に彼は前政権の時代に4年間ガンガンFRB にプレッシャーをかけてですね、利下げをさせていたんですね。だから今回もするんちゃうのかなと。もうそんで利下げする幅は十分ありますからね。まあまあそうすると多少は良くなるけどもですね、でもオフィスワーカーたちがですね、 100% オフィスに帰ってくるわけではないですからね。で基本的にオフィスって増え続けますからね。だからどうなるんでしょうかという感じですけど、とりあえず現況ちょっとですね、やばいでという感じです。不良債権が次々顕在化していくとパリパリにするんで、銀行、不良債権を持ってる銀行のですね、バランスシートが悪化するんですね。なんでですね、もしかしたらですね、またですね、倒産する銀行なんかも出てきてですね、それがリーマンショックみたいなことにつながる可能性もゼロではないんですね。ちょっとだから警戒が必要かなという気がいたします。一応このブルームバーグですね、アドレスを貼っておきます。タイトルは米オフィス向けローンの痛みは始まったばかり、悪いニュース相次ぐというですね、記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。